次第に気温も下がってきた2024年11月18日、京都へ紅葉の撮影に向かいました。紅葉情報を見ると全体的に色づき始め、その中でも比較的紅葉が進んでいるポイントへまず向かいます。京都市営地下鉄欅駅を出ると、目前のインクラインの桜はすでに落葉していました。インクラインの下にあるトンネル、ねじり万歩を抜けて目的のポイントへ向かいます。そのポイントとは、南禅寺塔頭の天寿庵。色づき始めた天寿庵のお庭の紅葉をお楽しみください。境内に入るとまず北条前庭の円木庭に出ます。このお庭は江戸時代初期の作庭、苔に囲まれたひし形の飛び石が目を引く疲れ山水のお庭です。さらに奥に進むと、池泉回遊式庭園の書院南庭に出ます。蓮池を囲むようにほんのりと色づいた木々が茂っています。こちらのお庭は天寿庵創建当時の南北朝時代に作庭されました。そして江戸時代や明治時代に改修されています。
天柱庵を出た後、南禅寺境内を散策します。次回は色づき始めた南禅寺の境内をご覧いただきます。京都紅葉めぐり2024第1回は南禅寺塔頭の天柱庵をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。この動画が気に入られたらコメント、高評価をいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。ややでした。